突破できたやん。というか最近キッズわかんくないって。お前やろキッズは。キッズやんこいつ。プロスピ落ちすぎてまともに遊べません。解決法を教えてくださいとかいうクソみたいな動画上げてるやんお前。お前キッズやな、YouTube キッズ。ゾイドの次はプロスピか？プロスピが落ちすぎてまともに遊べないらしい。お母ちゃんにちゃんとしたスマホ買ってもらえんかったんか？いつの時代のスマホ使ってんねや、お前。プロスピしてたらダメなんですかって。ダメやで、臭いから君が。何分前の話題掘り返してんねんって。芋を掘り起こすものやな。初見です。米欄荒れてますかって。何も荒れてないやろか、お前。見てわからんのか。ボケが！ボイ！初見バイバイ放送やわ。慣れ合いすんなって。おい、全員 NG しろ、もうそこのやつ。クソガキども。クソガキども全員 NG にして、米欄メンゲンにするぞ。もうバカが湧いてるから。ここ3列全員 NG や。とけ、言っとけ。はい、バイバーイ。バイバーイ。点滅や。毎回これでもいいやって、そうやで。これでもいいんやで。やのに、コメントさしてあげてってんから。え、メンバーじゃないとなんてこの人いる、配信いるんすか？おらんおらん。おるわけないよ。コメしたい日、メンバーはスパチャしようね。貧民には無理かなって。ロムレおばさんが喋り始めた。カンジタくんもなかなか頑張ってたけどなって。カンジタくんはなんか、ちょろちょろ配信にいるけど、狭間タイプやな。自分では気づいていない狭間タイプやろ。狭間の系譜。受け継がれる意志ではなく、受け継がられる意志。狭間タイプ。ディスコード喋りたいです。おお、かけてこいよ、じゃあ。田中和樹かけてこい、早く。田中和樹のサブアカ率85%。怪しすぎる。動画にパスワード貼ってるんですか？貼ってないよ。パスワードなんかないもん。サブアカですよってもう自分から自白してるやん。おもんな。終わりやん。ダメなんだから早くかけてこいって、パスワードとか。もうサブアカでその下りを知ってるんだったら早くかけてこいよ。やり方知らない？概要欄にあるディスコードサーバー入って、梅田ジャパンタップして、フレンド追加してかけたらいいんや。こんなハードルめちゃくちゃ上がるやん。今日作ったアカウントって。あえて最初からサブアカってバラしてくる新しいスタイルを模索してんのか？ワンチャン狭間って勝手にまで疑われていく。てか、あさってナンバでカジノオフ会なんですけど、狭間は出禁にしてしまったから狭間は来れないんやけど、カジノオフ会の場所はさ、狭間は知ってるからさ、ワンチャン刺しに来るかもしれんで。殺されるかもしれん、わしら。怖いわ。ん？上がってきたんか、これ。上がってきた？はい。もしもし？はい。聞こえます？聞こえてますよ。用件って覚えてます？覚えてないっす。誰っすか？あ、いや、ブロックされてるんですよ。そっちに。いらんことして。何を？ YouTube の？はいはい。いらんこと何したんすか？プロスピの話覚えてます？プロスピ？はいはい。プロスピキッズです。全然覚えてないですね。プロスピの話なんかしてました？はいはい、してましたよ。ほう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 。僕がね。はいはいはい。で、解除してほしいんですよ。これ、サブアカなんです。はいはいはい。解除はできいいないっよ。す。あ、結そうっす論言うとか。できない理由としては、そのもはいはい。はい。う NG にした人が多すぎて、その NG にした一覧みたいなの出てくるんですけど、そこに全員表示されないんですよ、もああ、じゃあどうすればいいですかね。う。どうすればいい？はい。サブアカでコメントすりゃいいんじゃないの、そのまま。でも、そのままだと僕、中身一緒なんで、また NG されるかもしれないですよ。また NG されるかもしれないって心配してるんだったらコメントしなきゃいいんじゃないですか、もう。いや、コメントはしたいんですよね。コメントはしたいんや。はい。でも、まあ、NG されるかもしれないって思うレベルのコメントをするかもしれないって自分で自覚してるんだったら、はいコメントはい。できないですよね、それは。でも、それはしたいっていうのはあなたのただのエゴなんじゃないですか、それは。あ、そうです。英語ですね。無理じゃないです一か。応それお願いですけど。まあ、サブアカでは毎回作ればいいやん。毎回。毎回何回も作って作って作り直して、NG になっても何回もコメントすれば、多分覚えてくれるよ、みんな。それそっちで迷惑じゃないんですか？別に。いいんですか？全然大丈夫。あ、じゃあ、だってこれで。そういうやついっぱいいるもんだって。サブアカ作りえ、まマくっジですか？て、スパチャで荒らしてるやつもいっぱいいるもんだって。はい。あ、一つ聞いたいんですけど、はいはいはい。なんでプロスピしてたら、キッズなんですか？プロスピしてたらキッズなんですか？はい。あ、僕が間違ってたらすいませんね。
いや、別にプロスピーしてたらキツやと思わんけど、僕は。あ、そうなんですか？うん、全然。いや、僕コメントしてたらいきなりキツって言われたんですよ。ちょっとよくわかんない。うん、多分そのプロスピの話題じゃないのにいきなりなんか自分のそのプロスピの話題出したから、あの空気が読めないイコールキッズって判定されたんじゃないですか。それプロスピやっているからじゃなくて空気が読めないからキッズやって判定されたんだろう。ああ、なるほど。まあわざとそうしたんですけどね。わざとそうした、まあ、わざとそうしたかどうかっていうのは多分そのコメントの雰囲気を見てる人には判断できないですよね。あなたがわざとかどうかっていうのは。ああ、まあそうですね、もちろんその通り。普通は何こいついきなり急に自分でプロスピの話題出し始めてんのと思うのが多分普通やと思うんですよ。あ、プロスピの話題を出したわけじゃないんですよ。ほうほうほう。ちょっと僕ちょっと全然そのくだり覚えてないんで分かんないですよ、それ。確かに、上田さん。そうだったんですか。はいはい。どういう下り。確かに、上田さんが何か僕のアカウントか何かを見つけてきてね。僕のアカウント？はいはい。で、そこから僕が上げた動画を多分調べてくださったと思うんです。はあ、ははあ、プロスピの動画ですか。取り上げてる唯一の動画が、プロスピだったんですよ。はい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 。やったらコメントの中で、プロスピキッズってなったんです。ああ、なるほど。怖いですね。ちなみにおいくつですか、公開できます。13ですよ。 13？ ほんまに。あ、マジ。へえ。なんか13歳とは思えないぐらい、まだなんかある程度、まともに喋れる方なんですね。いや、僕不登校なんで。不登校なんや。はい。なぜ不登校ですよ。大体わかるでしょ、そんなの。大体わかる。いや、わからんよ。わかんないですか。当ててみてください。いじめられてるから。ピンポン。なんでいじめられてんのよ。何していじめられたの。なんでかわかんないです。なんでかわからんのにいじめられるん、急に。よくわかんない、いじめられました。先生にいじられました。先生にいじめられたの？それは多分大問題になると思うよ、はい、普通に。なるほど、そうですよね。やばいですよね。いや、それはやばいと思う。どうすればいいと思いますか？どうすればいい？いや、ちゃんと、叱るべきことに相談したらいいよ、絶対。まあ、なんか、いじめの事件をなんか学校がちゃんと取り扱って、なんか、取り扱わなかったみたいなんで、なんか YouTuber の誰やっけ、あの、超無課金とか、ね、あの人が、そう、なんかやってニュースになってたじゃないですか。はいはいはい。まあそういう、なんか、まあ話題性っていう面で、なんかネタになるじゃないですか、そういうの YouTuber からしたら。そういうところに行くのもありやと思うし、普通に真面目にガチで登壇したらいいと思うけど。梅田さんって意外とまともなんですね。意外とまとも？はい。まともや、僕は。勝手に気違いと思ってたんか。いやいや、僕ちょっとよくわかんない人だったので、はいはいはい、ずーっと聞いてるけど。例えば、あ、そうそう。いきなり入ってきた人にめちゃめちゃ言葉きつくないですか、うん、僕はそう思うけどね、別に。なんかもう配信の雰囲気やからさ。あ、そうですか。それは仕方ないですね、うん、確かに。そう、基本、なんていうんかな。そのやっぱ、ニコ生畑で、その、育ってきたもんで、はいはいはい、そういう雰囲気の配信がやっぱ多かったんですよ、昔は。ああ、なるほど、なるほど。もう荒れ狂ってるみたいな、普通にもなんか、殺害予告とかしても当たり前みたいな。もう今じゃ全然考えられんと思うけど。あ、はいはい、はい。死ねが挨拶みたいな感じの配信が多かったんですよね。ああ、なるほど。そう、うん、あ、なるほど。まあ、別にだからそれを僕は踏襲したいと思ってるわけじゃないけど、まあ、無意識にそういうのを見て、育ってしもてるから、なんかね、あんまりその馴れ合いとかも好き、その配信で馴れ合いの雰囲気とかも好きじゃないし。ああ、なるほど。うん、あ、それがロコタジャパンスタイルなんですね。まあまあそういう感じ。だからまあ、なんとなくその配信の雰囲気分かるまではなんかうかつにコメントせずに、どう見てた方がいいんじゃないかなと。これは別になんていうかな、その、そういうの配信がこういうなんかその殺伐として配信だからとかじゃなくて、単純にその、なんか、やっぱその配信のしきたりみたいなのあるじゃないですか、どの配信でも。あ、そうですね。確かに。そう、そういうのも雰囲気分からずになんかコメントしたら、やっぱ KY って言われるやろし。はいはいはい。あ、そうですね。確かに、その通りですね。そこかな。あ、あともう一つ質問があって。はいはい、どうぞ。昔の多分配信だと思うんですけど、ええ。親が芋か何かのこと言ってたの覚えてます？僕、あんまりちょっと僕覚えてないんですけど。親が芋、ああ、はい、芋太郎ね。あ、そうですかね、確か。あれも、僕あの理論が未だによくわかんなくて、僕バカなんで。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、芋太郎でもあれやで。芋太郎メンバーになったよ、あの子。あれ、そうなんですか？そうそうそう。芋太郎はもう、梅田ジャパンメンバーで。
これよく分かんなかったんですけど、どういうことなんですか？よく分からなかった？あ、イモンナって、イモンナの意味が分からんってこと？あ、というか、なんかよく分からなくて、なんか親がイモンナ。あ、親がイモンナからみたいな？あ、それはもう、なんていう、その直接的な意味じゃなくて、単なる比喩でしょ。おちょくるための比喩ですよ。あ、うちょうちょくってたんですか？上田さんがあって、親がイモって判断したわけじゃないんですね。そらそう。そんなわけないやん。親が芋って意味わからへんのって。あ、そうなんです。だから会ったことないのになんでわかるんかな、すごいなって思ってて。そうやん。ただの、さらのその、おちょくり文句でしょ。あ、そうなんですか、うん、なんで面白いかな。もう、大丈夫そうですか？質問は解決しました？いい、解決しましたよ。あんまり面白くないですね。あんまり面白くない？何がよ。あなたのもうちょっと。もうちょっと突っかかってくるんかと思ってました。みんなに。突っかかってくるんかと？はい。みんなでも13なわけないだろうとか言ってるけど。何歳だと思います？逆にじゃあ、他のコメント欄の人。予想僕見えないんですけど。ああ、なんか23とか33とか。あとなんか、うふふ笑うな気持ち悪いとか書かれてるけど。それは僕も思いますよ。キャラ作り大変ですからね。キャラ作りってことは、ね、本来はそういうわけじゃないんや。まあそんなわけないよね。なるほど。なんでわざとキャラ作ったんですか？いや、そっちから作ったらそっちからボロクソ言ってくるかなと思って。おぉ、言ってこないね、意外と。まあ意外と。あ、すいません、トシ何歳っけ？何歳でしたっけ？ん？トシ？トシ、はいはい。あ、僕28です。あ、年上ですね、すいません、敬語で喋ります。いやいや、別にそれはどうでもいいんやけど。あ、そうですか、うん、いや、案外まともに喋れる人にはなって分かったから、僕は別にまともに接してるだけで、なんかも基本的にその話通じないからさ、やっぱキッズとかトスしてきても。僕キッズだと思うんですけどね、基本的にこんなしょうもないことするんで。まあまあまあ、でもあれ朝3、でも意外とまともに喋ってる方やと思いますよ。その喋り方がどうとか、そのなんか笑い方が気持ち悪いとか、そういうのは抜きにしてね。あ、笑い方はこんなんじゃないよ、いつも当たり前やけど。うん、ふふとか気持ち悪すぎでしょ、うん、あ、コメント欄の人ごめんなさいね。あ、で結局その何が目的なんですか、この突の目的、もっと突っかかってきてほしかったみたいな、変化とかしたかったみたいな。あ、それもあるけど、うん、単純に切り抜きに上げてほしいってのもあったし。切り抜きに上げてほしい、はいはい。あともう一つ、何よりもシンプルに NG を解除してほしかった、うん、ああ、それはちょっと難しいよね。あ、それは仕方ない、うん、それは嫌いますよね。普通にコメントを別にしてくれたら多分 NG にはならんし、このサブアカで作ろうが。いや、大抵コメントしてる人だって、うん、僕のあくまで感想なんですけど、うんうん、まあ、大抵乗ってかかる人が多いんですよね、どうせ。乗ってかかる？何に対して？こうやってリポートを突してくる人は多分少ないじゃないですか。そんなバンバンかかってないでしょ、多分。はいはい、かかってこない、かかってますよ。どうせコメントで、ある一定の人だけ出したら自分もノロノロっていう感じの、まあ、どうせしょうもない人たちでしょ、大抵はね。なるほど、なるほど。だからその人たちがどうやって反応してくるのかなっていうのはちょっと見たかったんですよ。今も多分コメント荒れてるんじゃないですか。そんなことないんですかね。おぉ、まあ、そうやね。敬語使うんじゃないのかって言われてる。あ、敬語使う。あ、どうすればいいですか？敬語使ったらいいですか？いや、別に僕はどっちでもいいけど。あ、どっちでもいいんですか、うん、あ、じゃあどっちでもいいやったら敬語使わない。あ、コメント欄の人、今さっき言った人、敬語使わないからね。これ以上のこと関係しないでね。わかった？ OK？ はい、うん。こんなやつ切り抜きされんのかとか、こいつクソムカつくから切り抜き絶対しやめて、みんな怒ってるよって話だけど。切っちゃってるよ。ってことは、あなたの策略に見事にはまってるってことかな、これは。いや、そうかなと思って。いや、普通に毎回、その梅田さんのトツとかね、ま、あの切り抜き見てて。はいはいはい。まあ、トツしてくる人は、まあ、アホのカス、まあ、面白いんですけど、見てて。コメントしてくる人たちは、まあ、なんか、勇気ないなとか、ずっと思ってたんですよ。ああ、コメントで言うだけで、もっとその、直接言えばいいのにみたいな話ですよね、あなたが言ってるのは。そうですね。うんうんうん。っていうか、ずっと思ってたんで、まあ、そういう、なんか、まあ、暇つぶしみたいなのがありました。なるほど、なるほど。まあ、梅田さんに対してじゃなくて、どっちかで、梅田さんの主張戦に対してですね、どっちかって。なるほど。でも、マジな話すると、はい、でもこんな感じ、はい、まあ、なんていうの、まあ、なんかちょっと、いわゆるニコ生チックっていうか、ニコ生チックなんですけど、こういう感じで突してくる人がね、はい、今まで配信おらんかったんですよ、マジで。そのガチのなんか、マジ切れしてくるやつみたいなのも まあ、いましたけど、基本的にほんまガチのそのキッズ、ほんまに、その、中学生とか、はいはい、あとそのキッズになりきっている、その偽物、タブアカ、そうそうそう、配信を多分、それはまあ、
客観的に見ても配信を盛り上げようとかとしてるって言ってね。あ、なるほど。こんなん絶対盛り上がるんですもんね。うん、まあ。そう。まあでもコメントはブワーって流れてるけど、絶対。マジですか？うん、流れてる。多分、あなた方思うよりはまだ盛り上がってるんじゃないですか？あ、本当ですか？うん、まあ、それなら嬉しいですけど。うん、まあ多分8割方あれでしょ？どうせ。のっかかりでしょ？違うんですか？のっかかりなんかな。そう、まあ。あ、よ、消えろや、カスとか言って。ほら、みんな怒ってんで。怒ってます？何怒ってるのかちょっと説明してくれる？みんな。何に怒ってんのか多分、あれじゃないのかな。やっぱ僕、アホやから、ちょっと言語化できひんのよ。ちょっと分からないから、言われるのは分からへんから。今回のドサ、マジで深いとか言われてるよ。すいません。はは。じゃあ、梅田ジャパンの視聴者を怒らせるという目的が、多分、煽るという目的が達成されてるんじゃない？ほんまに怒ってるのか知らんけど、ほんまに。怒らせたかったわけじゃないんですけどね。どう思ってるのかなって思って。まともな人ならね、あんま対応しないでしょうし。シンプルに思わないのがクソ腹立つとか、なんか、完全になんか僕と真逆の反応が返ってきてて、僕も驚いてんねんけど。めちゃくちゃってやつ、みんな怒ってますよ。怒ってます？何怒ってるんですか？ちなみに面白くないから怒ってるんですか？それとも僕が腹立つから怒ってるんですか？それともあなたが面白くないことに自分に腹立つから怒ってるんですか？どっちですか？なんかマウント取ってて面白いと思ってることがおかしいんじゃないかとか、まあ、このなんかヘラヘラとした態度とかね。それは人間性なんでごめんなさい。直せないです。すいませんね。それはごめんなさい。尿道にカテーテルぶっ刺すぞとか言われてる。尿道にカテーテルぶっ刺すぞ気持ち悪いね。大丈夫かな。義務教育受けてる気持ち悪いよ、ほんと。やめた方がいいっすよ、マジで。めっちゃ煽られてるやん。面白い。なんか、逆のパターンなんで新鮮っすね。僕が、その、トツシャを煽るんじゃなくて、トツシャが視聴者を煽るっていう、全く新しいパターンですね、それは。まあ、僕、正味もうちょっと煽られると思ったんですよ、マジで。ああ、僕にね。ああ、それで、ああ、予想通りみたいな感じで僕は期待してたんですけど、思った以上に梅田さんが優しかったので、なるほど。まあ、喋ってみないと分からないってあるんですよね。まあ、僕が意外とまともやってことがバレてしまいましたね、じゃあ。バレちゃいましたね。どうしましょうか。でも別に僕に対してなんかめちゃくちゃ悪意があったわけじゃないんでしょ。本当に NG を解除してほしかったっていうのと、はい、その視聴者の反応が見たかっただけなんでしょ、シンプルに。ああ、そうです。NG した理由は大体分かってたんで、まあ、うん、まあ、やる前から多分 NG されるんだろうなっていうのは想像してたんでね、今まで配信で。でも、その視聴者の雰囲気とかの反応を見てみたいとか、そういう思惑もありつつ、なんかまあある種計算して突できる人がなんで、そういうなんかキッズみたいなコメントして NG になったのかってところに僕はちょっと疑問を抱いていて、それもわざとだったんじゃないかなっていう、この突までのなんか、不利だったのかなって思っちゃうんですけど、それは違うんですか、全く。もしそうだって言ったらどうなんですか？そうだって言ったら面白いなと思う。その通りですよ。え？その通り？そらそうですよ。当たり前です。でも、それ、ほんま、いつの頃の話ですか、それ。多分、5日前とか6日前とかじゃないですかね。多分、ガチのジャパンファンならわかるんじゃないですか、コメント。多分、毎日見に来てる人もいらっしゃるんじゃないですか。まあ、暇に、けど、熱烈なファンの方なら。いないですかね、いらっしゃらないかな。ちょっと全然申し訳ないですね。覚えてないですね。あ、それはそうですね。毎日入って無数にいるんで、それ本当に。そうですよね。で、それ覚えてたら僕びっくりしますよ、逆に。それで逆にその場で撮ってするんじゃなくて、なぜ5日6日寝かして撮ってしたのか。あ、僕 NG の仕組みがわからなかったんですよ。ああ、はい。突然コメントできなくなったんで。あれなんちゃうんですよ。NG の仕組みってそのコメントできなくなるんじゃなくて、コメントはできるんやけど誰にも見られないっていう。ああ、なるほど、うん。コメントはできます、一応。でも、誰にもコメントが見えてないんですよね。ああ、なるほど、そういうことですね。うん。はい。なんで、アカウント変えて、まあ、こうやって、まあ、やり方変えたってわけ、うん、なるほど。まあ、思ったら必ず、しょうもないこと言ってくるコメントさん、いろいろいるじゃないですかね。絶対に。はいはいはい、まあ、多分、梅田さんもディスコードかけてくださいって言ったら、絶対かけてこいやって言ってくるのは、まあ、想定済みだったんで。うん、まあ、それは言うよ。それは、一つは、来てほしいもん、できれば。まさか教えてくれるとは思わなかったんですけどね、やり方。やり方、おー。結構粘ろうかなと思ったんですけど。おー。でも、そのパターンは今まで結構あったんで、そのサブアカで荒らしてる人にね。ああ、そうなんです。向こう見てたんで、多分教えてくれないだろうなと思って、うん、で、はいはいはい、アホな視聴者が、まあ、生きて教えてくれるんかなと思ってたんですけど、まあ、意外と、上田さんがさらっと教えちゃったんで。なるほど。じゃあもういきなりかけようかみたいな感じってことね。あ、そう。やり方わかんなかったらすいませんね。時間があって。うん。あ、やり方わからんかったのはガチで、それは。
あ、それ分かんなかったやり方だから、うん、あの切れられて NG される前に早くなんとかやり方を分かんないとって思ってたんですけど、はいはいはい、はい、なるほどなるほど、まあ良かったじゃん、それで突然できて、新しいパターンですよ、これ。まあですか、まあ面白くないんですね、うん、ごめん、コメント欄の人ごめんなさいね、面白くなくて。あ、しません、今海田さんゲーム中断してるんですか、僕分かんないですけど。いや、ゲームやりながら、ゲームはあの着実に進んでおりますんで大丈夫ですよ。あ、よかった、ありがとうございます、はい、それはすみません。いえいえ、まあでもそうやね、なんか NG、 NG 解除ちょっとほんまに物理的にちょっとできないんで。あ、それは分かりました、それはもう承諾してるんで大丈夫ですよ、はい、普通に。じゃあ、あ、僕18なんで、はい、18、へえ、若い、18です。高校生、若いですか。高校生ですよ。なんかまだ今まで突してきたいのなんかやったら、まあ、今まで突してきたいとかレベルが低すぎたっていうのはもしかしてあるんかもしれんけど、まあ突してくる人はまあアホかカスか、まあちょっと頭いってるか、まあごめん、あんまコメントなんのタイプなんですね。それは自分も含めていいのかね、それは。あ、いいっすよ、全然。僕こんなことするのアホでしょ、どう考えても。人間として終わってるんじゃないですか、こんな3時17分にこんなアホみたいなことして高校生、今後どうすんの？大学受験。あ、大学受験、大学受験は余裕なんで大丈夫です。余裕、へえ、すごい。推薦組か、まさか。いやいや、別に推薦、いや、僕推薦興味ないんですけど。一般で受けるんやつ。受けますよ。適当に、パーって。なるほど。受験よりも、バイオハザードの方が難しいでしょ。まあ、どうやろうな。それはよう分からんけど。コメント欄の人、満足しました？満足はしてないな。もう満足してないですか。もうみんな怒ってるわ。なんか無理にしてなんかシャに構えてる感じが嫌だとか書かれてるよ。何構えてるって、僕ちょっと意味が、僕理系なんでちょっと分かんないですけど、語彙力なくてごめんなさい、ちょっと説明してください。まあ、要は多分その人が言いたいのは多分ですよ。はいはいはい。要はなんか無理になんかそのスタイルがそのあなたの素ではなくてですね、無理にあえてちょっとその視聴者を煽ってみるとか、なんかそういうなんていう全く新しいパターンをなんか突で試しつつ、配信がそれで盛り上がったらいいなみたいなことをなんか考えて、あえてその視聴者を不快にさせてんじゃないのかなみたいなことを言って、視聴者不快に、ああ、なるほどなるほど、あ、っていうことなんですね、多分。そうそう、だからそういうふうに思ってるんじゃないかなって、その人が、うん、ああ、なるほど。あ、そのコメントしてくださった方、違いますよ、全然。素ですか。素ですね、これ。こんなこと素ですね、全く素です。まあ、はい、まあ、それは素です、別に、うん、否定はしません、ここは。そうでしょ。うん、別にいいと思う僕的にはこういう凸が来るとは思ってなかったからさ、今まで。あ、そうですか。意外と、まあ多分あんま面白くないですよね、正直ね。別にコメントないよ、はい、新鮮新鮮、本当に。あ、お前ですか。うん、ガチ、例えば、まあ、本当に、例えば僕に、はいはい、例えばマジで文句があってガチでその喧嘩とつに行くやつとか、はい、絶対いなかったんで今までね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。うん、で、まあ、そういうタイプじゃない、あなたがないなっていうのは、それはもう最初からなんとなく分かってましたけども、あ、そうですか、なるほど。そういうなんか新鮮な人もいるんやなって思いましたよ。ああ、なるほど、うん。こういうのが一番タッチ悪いんかもしれませんけどね。タッチ悪い、うん、まあ、視聴者からしたらかな、これは。そうですよね。うん、まあ、視聴者さんもね、なんか、ちゃんと考えてコメントした方がいいっすよ、今に。マジで。見ててね。まあ、思ってるやん。え、思いません？なんか、うん、思いません。いや、まあ、それは、まあ、これ別の別件の話なんだけど、まあ、やっぱメンバーでもそのなんかメンバー間で中でやっぱ嫌われてる人とかやっぱいるんで、そういう人はやっぱ、はいはいはい、まあ、考えてコメントできる人が多いかなっていうのは思いますね。メンバーでもやっぱ NG になる人普通にいっぱいいるんで。あ、そうです。あ、僕ちなみにメンバーだったんですよ、うん、メンバーだったの NG だったの。僕メンバーなんですよ。えだから NG、 僕 NG されて、はあ、で、なんとかコメントしたかったんで、はあはあはあ、メンバーに行ったんですよ。え、メンバーで NG？ え、メンバーになったら解除されるかなと思って。配信で、晒さないんで、ちょっとアカウント僕に、ディスコードのそのチャットでいいんで書いてもらっていいですか？誰？チャット、どれですかね。僕、ディスコード初めてなんで、ちょっと。通話の下に多分チャット欄があると思うんですけど、今の下にちょっとメッセージ送信かな。まあ、あれだって一回、ね、ない。今一回別に通話切ってもらった。切ってもらったら多分その僕とのチャットのログが多分。あ、僕一回試しにコメントしますか。あ、はいはいはい。すいません、ありがとうございます。はい、今こんにちはって書いたんですけど。あ、はいはい。ここに多分書けると思うんですけど。
あ、そうだ、その、あともう一個気になるのが、その、メンバーになってから NG になったのか、はい、NG になってからメンバーになったのか、これどっちですか？あ、はい、NG になってからメンバーになりました、ね。ああ、それだったらわからんかもな、じゃあ。まあ、あの、無理に、あの、解除してもらう必要ないんで、あの、そんなことでも、意外とね、YouTube の URL とか送ってもらえたら、もしかしたらいけるかもしれない。わかんないですよ、確証はないですけど。うん、あ、まあ、そんな、あの、無理にしてもらわなくて全然構わないんで。いや、でもなんか、はいはい、面白いから全然いいんやけど。マジですか、うん、多分コメント欄一番面白くないでしょ。ごめんなさいね。今つぶしに付き合ってもらって。327人の方々。そんないないのかな あ、すいません。メッセージ見つかんないですね、ちょっと。あ、見つかんないですか。はいはい。まあまあ、じゃあ、通話別に切れてからでもいいですよ、それは。じゃあ。あ、わかりました、うん。いや、ちょっと予想外だったんですね。予想外だった。いや、昔多分、梅田さんのチャンネルか何かで違う人が出てきた。うん、それで、5年前か6年前、ちょっと僕定かじゃないんですけど。はいはい。で、なんかキッズが入ってきたら、まあ、梅田さんも含めて一斉に攻撃させて、されてくるって言ってたんで、誰かのチャンネルがね。はい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 。覚えてますか？覚えてないですかね。ん？誰かのチャンネルがっていうのは？誰かのチャンネル、梅田さんが呼ばれてて、何か多分 YouTube か何かのどういう仕事をされてるんですかみたいなインタビューを。ああ、はいはいはい。はいはいはい、はい、まあなんか年齢でこういうことこうこうこうがあって、まあキッズが来たら一斉に叩くみたいなこと言ってたんで、うん、ああはい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 、まあ主にコメント欄の方々が、うん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 まあどんな感じなのかなと思ってたんですけど、なるほど。え、でもそれは、まあ、あれ切り抜きとか見てなかったんですかね。切り抜きとか見てなんとなく雰囲気は分かって、あ、切り抜きは見てましたよ。で、まあどういう趣旨なのかなと思って、うんうんうん、まあ見てたんですけど、まあなんか最近丸くなってるんで、なった丸くなった、どう丸くなったんかな、分からへんわ、自分では。丸くなってるんですかね。いや、未だに結構ボロカス言ってると思うけどね。まあ言ってるけど、結局その相手がその本間のキッズじゃなくて、要はサブアカ、あの、はいはい、既存のメンバーのサブアカだったりして、ちゃんちゃんみたいなパターンが多くて、だその本気なんか、まあ、はいはい、え、これもサブアカ、これもちろんサブアカっすよ。田中和樹なんでそんなわけないじゃないですか。いや、サブアカそれは分かってますけど、サブアカじゃん、そう、本間に今配信に普通にいる人のサブアカなんよ、要は。ああ、なるほど、なるほど。だから、その NG にされたからとかじゃなくて、その、普通に配信にいながら、サブアカを作って、そのガチのキッズとか、ガチのその嵐を装って、コメントして、はいはい、コメントしてきて、なんかその突してきてみたいな、そういう流れがあるんですよ。ああ、なるほど。あ、うんうん、面白半分で、そうそう、だからそう、配信を盛り上げるためにみたいな、まあ、それはありがたいんやけど、みたいな感じ。はいはい。まあ、こんなんで配信盛り上がらないですもんね、こんなしょうもない説明がね。まあでも。まあ、どっちかって盛り上がってちゃう。うん。ウルトラジャパンさんのインタビュー。ん？もしもし。あ、もしもし、大丈夫ですか？回線が。あ、大丈夫ですよ。はいはい、はい。あ、大丈夫です。いや、どっちかってインタビューですかね、こういうの。突というよりも。まあまあまあ、それはそうかもしれんけど。コメント欄荒れてます？大丈夫ですか？そもそも。いちいち言葉にトゲがあるのかな、みたいなね。トゲがある。まあ、それはそう感じてる人の主観であって、まあ、そう、まあ、どうこう、ね、まあ、どう感じてもらっても勝手なんですけど、うん、まあ、あなたに喋ってるわけじゃないんでね。面白いね、君。どうすか、僕、普通なんですよ、僕。普通の18歳です。普通の18歳。うん、普通の18歳。その声のトーンは地声、それは。声、地声ですよ。僕、声高いんですけど。声高いね、めっちゃ。うん、めちゃめちゃ高いですよね、これ。うん、多分、機械で聞いてるから、そっち多分、もっと高くなってると思います。なるほど、なるほど。ひろゆきみたいな喋り方とかなんか、ひろゆきに影響されてんじゃねえかみたいに言われてるけど、ひろゆきとは違う気がするからな。ひろゆき嫌い。僕もあんま好きじゃないな。ひろゆきだってヘリクツこねてるだけじゃないですか、ただ単に。何面白くない。というか、多分コメント欄でひろゆき好きな人いっぱいいるでしょ、どうせ。ひろゆき好き、いや、この配信はいないんじゃないかな。あ、いないんですか。この配信のなんか、ひろゆきの総合的な評価ってなんか、平べったくなんか薄くいろんなことは知ってるけど、やっぱその専門家につつかれたらなんかボロが出ちゃうみたいな。ああ、なるほど。そういう感じの話には何回もなるかな。あ、結構少数派の考え方なんですね。面白いですね。梅田さんがそういう考え方なんですか？僕はまたそうかな。まあ、いや、そのほんまになんかいろんなことをなんかいっぱい知ってるのはほんまにすごいと思うよ。で、それをあんだけそのペラ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 即興で喋れるのはすごいなって思うけど、まあ、でもやっぱ実際その仮想通貨のこととかも何も知らんかったりとかさ。はいはい、あ、はい、確かに。なんかいろいろその、専門家にボロカスに言われてるのは見てるから、ね、ああ、なるほど。それはちょっと残念やなっていう感じかな。ああ、なるほど。また梅田さんがそういうことを言うことによって、多分コメント欄のよくわからない人も、まあそうだそうだみたいになってると思うんですけどね。うん、はいはい。まあ、あんまり
ん、あれですね、うん、そんな、あ、もうコメント欄が見れないんで今どうなってるか分かんないんですけど、あ、はいはいはい、まあ後から別にアーカイブも残ってるんで見てもらっていいと思います。あ、まあそうですね、うん、まあ見ていきます。はいはいはい、そんな感じでよかったですか。ちょっとまあ、うん、あのアカウントの URL とか送ってくれたら一応 NG 解除できるかどうか一応見るんで、あの確証はないですけど。あ、分かりました、うん、はい、ありがとうございます。すいません、通話切れたら、はい、そのチャット欄多分こんにちはって僕のメッセージ多分見えてると思うんで、そこで見といてください。そこに書いてもらったら大丈夫なんで、はい、はい、はい、ありがとうございます。それで大丈夫ですかね。もう、あ、大丈夫です、すいません、はい、ありがとうございます。いいえ、はいはいはい、はい、おもろすぎやろマジで。みんなのコメント見られるよこいつに。18歳にしてはなんかペラペラ喋れると思うけどな、すごいなと思うけど僕は。殺したろかとか、殺害予告やん普通に。危なめっちゃ怒ってるやん、うぜえんだよ殺すぞ。本当に気持ち悪かったって、みんなまんまとあれやんか、煽りに乗ってるやん。いちいち鼻につくクソガキやな、とりあえず社員突者面白いな、ケージに入れて買いたいわ。君は理屈っぽいけどな。まあ、要は NG を解除してもらいたかったっていうのが本望であって、で、もっと僕が噛みついてくるかと思ったけど、意外と噛みつかれんかったみたいな。うん。こんな感じやな。梅田ジャパンは思い通りに動かないんですよ。残念ながら。あともしかしたら、狙いとしては視聴者を煽られたら配信主が怒るみたいな、よくあるパターンやんか。それがあるんかと思ったけど、僕は別に、そんなおま、逆にその切れてる人の方がなんで切れてんのかなってぶっちゃけ思っちゃうから、そこは正直どうでもいいかなって僕からしたら。新鮮だと、そうやな。こういうトツが増えてほしいな。煽りに関して、あいつ以上の強者は知らんなって。要は、寄ってかかってコメントしたやつが気に入らない。気に入らんのかね。まあ、マジですると、あんなしょうもない煽りに乗ったらあかんで。余ってちゃうんで。まあ、それはそうやな。それは本人も言ってたやん。こんなしょうもないトツをこんな惨事にするなんて、もうゴミくず以外の何もでもないでしょって。メールアドレスが送られてきてるわ。メールアドレスじゃないよな。ん？ DM が来てる。さっきの NG にされた人のアカウント名ちょっと見てみるわ。でもこれ、メンバーギフト祭りの時にサブアカを NG にしまくった。あ、いるやん、これ。いたいたいた。これか？多分 NG 解除できたと思うで。わかる人にはわかるよねって。ごめん、俺マジ覚えてないわ。ヨウケイさん、俺も多分絶対忘れへんから、NG になることは多分ないわ。田中和樹ですって、ほら、蘇った。蘇ったぞ。奇跡のラクーン生還を果たした。おめでとう。たまたまなんか上に名前表示されてたわ。蘇ったわ。奇跡や。大量に NG、あの後も送りまくったのにさ、生きてるっていう。多分あれやで。ほんまに運、これ。その、あいうよう順とかに並んでるわけじゃないから。アルファベットも、英語も、ん？アルファベットも漢字も、ひらがなもカタカナも、ごちゃ混ぜやからさ、これ NG リストって。で、別にしかも、NG になった日付順に並んでるわけでもないから。ガチの奇跡やわ、これ。あれやん。ラストエネミーが余計発狂するやん。しょうもない突浮き上がってこの野郎ぶち殺そうとか言ってたのにさ、この当人がコメント欄に戻ってきたら、おい、ラストエネミーまだ前んのか、お前。突した本人がコメント欄に戻ってきたぞ。わしじゃなくて、本人に言ったらどうや。